おやびっちゃんは、鈴木木、ベラアモクスズメダイカに属する魚の一種。インド洋から西太平洋にかけての温暖な地域に広く分布する。近年、地中海でも発見された。日本では千葉県以南に生息する。全長約20センチメートル。体側に5本の黒い横縞が入るのが特徴である。地色は灰色だが、背中は黄色を帯びる。地色は、 旧愛機に青くなる水深12メートルまでの沿岸の岩礁や珊瑚礁に住み、若菜はタイドプールでも見られる。全長約3センチメートル以下の幼魚は流れもについて、表層で生活する。高温期に垂直な岩壁に散乱し、卵はオスが守る。雑食性だが、動物質の餌を好む。食用だが、食材として利用されることは少なく。 鑑賞用に買われ、人気がある。ただし、九州や沖縄では、惣菜魚として利用され、大きな個体は、煮付けやフライにすると美味だとされる。しかし、本州を食べて、しがてら中毒になった例がある。親びっちゃの語源は、諸説ある。地域によっては別の名前で呼ばれることがある。油魚、島や萩、松魚、セセラなど。ありがとうございます。